もうすぐ7月になりますっていうのに、かなり暑い日が続いていて、梅雨どこ行ったんだっていうね感じもしているんですが、7月と8月っていうのは熱中症にかかる方が1年間で一番多い時期です。今6月も暑いですよね。で、9月もまだ暑いじゃないですか。でも6月とか9月に比べて7、8月っていうのは熱中症で搬送される方が6倍から10倍になるっていう地域も実際にあったんですよね。それぐらい熱中症のリスクが高くなります。しかも皆さん今マスクをしてるじゃないですか。マスク生活ですよね。で、マスクをしていると口の中が湿っているので喉が渇いたっていう感覚になりにくいらしいんですよ。なので突然熱中症の症状が出てしまうっていうことも結構あるので、なので今回は私実際に昔一回熱中症にかかってるんですね。その時の話と、あとは実際熱中症にこうどう防いでいくのか、実際どうかかってしまった時にどういうふうに、ね、対処していけばいいのかっていうのをまとめてみますので、ぜひね最後までお付き合いください。改めましてどうも、あいちゅーです。冒頭でも話しましたが、過去に一度だけ私熱中症にかかってまして、その場所が車の中だったんですね。当時26歳ぐらいだったと思うんですけど、仕事柄ですね、涼しい部屋とこの暑い車っていうのをちょこちょこ行き来するような状況だったんですよ。で、ある日車の運転をしていたらですね、急にちょっと視界がぼやけたんですよね。で、まあその時すごい仕事が詰まってて激務だったので、あーちょっと疲れてんのかなと思って、ちょっとコンビニブーンって、まあ、駐車場ね借りて止めて、まあ、少し休憩したら治るだろうって。で、車の中ももちろん冷房をつけてました。当時めちゃめちゃ暑かったのでつけてたんですけど、どんどん意識が朦朧とするのが分かるんですよ。で、自分も熱中症って過去にかかってないので、それが熱中症だと思わなかったんですよね。ただやばいとは思って、体感として、あ、これまずいなと。で、当時今その休憩してた場所と自宅までが車で1時間ぐらい離れてたんです。で、これは絶対やっちゃいけないんですけど、そこは救急車呼ぶべきだったと思います、今考えれば。でも帰らなきゃと思って、ここで今一人だからここで意識失ったらまずいと思って帰ったんですよ。で、それも運よく無事帰れたんですけど、正直あんま記憶がないんですよね。かなり朦朧としながら帰っても、ほんとダメですよ、ほんとすいません、俺がダメだったんですけど。で、帰って、で、自宅に戻って、であの熱を測ったら40度超えてて、で、その時まあね、当時今奥さんですけど、まあ、つけた彼女ね、今の奥さんがいたので、あのこう氷、アイシングする氷のやつ、あの冷凍庫に入ってる、それを借りて患部を冷やして、で、それも病院行けって話なんですけど、その時すぐ病院行くって選択がなくて、自分の中で。で、冷やして休んだら2時間3時間経った時に37度ぐらいに落ちたんですよね。で、意識もかなり回復したので大丈夫だったんですが、でも、まあ、意識障害まで行ってないですね。意識が朦朧とするっていう状況と、で、後々吐き気とひどい頭痛に襲われました。で、まあ2日ぐらいかな、休んだらもうあの体はね回復したっていうのが、後々の症状とか振り返った時に、あ、熱中症だったんだっていうことに気づいたんですよね。これが私の経験です。熱中症の症状としてよく言われるのが、まずめまい、そしてふらつきです。次に痙攣、これは筋肉痛みたいな痙攣が起こります。で、あとは頭痛、嘔吐、まあ、吐き気、嘔吐ですよね。で、一番ひどい状態になると意識障害です。意識を失ったりするのが一番危ない状況と言われています。あと、これも覚えておいてほしいんですが、熱中症の症状って時間差でやってくることもすごくあります。例えば運動部に所属している方で、まあ、部活中はね普通に暑い疲れたってやってて、その時は症状が出ないんですよ。でも帰宅してこう リビングとかでこうねまったりしてる時に急に来るみたいな、意識がみたいなことも起こるんですよね。なので、その時になくても時間差で熱中症の症状が起きる。で、それで実際に病院に搬送される方とかもいますので、そういった時間差でやってくるってこともぜひ覚えておいてください。もちろんこれから皆さん自身が熱中症のリスクっていうのも気をつけなきゃいけない部分なんですが、実際に皆さんがかからなくても、例えばクラスメートだったり部活の仲間だったり、まあ、ご家族だったり、みんなの周りの人が熱中症にかかるリスクもありますよね。例えば自分自身の自覚症状として、あ、こうなってきたらやばいかもっていうことも今から話すんですが、みんながね周りの人を見た時に、あれ、こういった症状を訴えたらちょっと危ないかもっていうのもぜひ覚えてください。一番顕著な症状としてはやっぱり高い体温です。
ったらこれ炎天下で部活とかやってるとただ暑いってなるのと高い体温で区別がつきにくいところはあると思うんですが、皆さんもこれまで例えばインフルエンザにかかったりした時に38度超えとかの高熱にこうねこうやられたことがあると思うんですよ。であん時の感じです、体の内側からものすごく熱い感じが普通に熱中症でも起きます。実際私もそのかかった時に運転してる時にあやばい熱出てると思いましたもん。体の中がすっごい熱いんですよ。なんか血液が熱い感じっていうんですかね、そういった感じなので、まず自分として高い体温、うわ体温なんかやばいかもしれないって思ったら絶対に疑ってください。次は皮膚がものすごく赤くなってる時とか皮膚がすごく乾いてる時です。やたら潤いがない、めちゃめちゃ乾いてるなって時には明らかに水分が足りてません。で水分が足りないっていうのはもう熱中症のリスクをめちゃめちゃ高めてる状況ですので、そこも一つのサインになります。あとはさっき自分が訴えた症状と同じなんですが、ズキズキする頭痛だったりとかめまいがするとかフラフラするっていう症状、あとは意識が朦朧とするです。でちなみに意識が朦朧とするでこの会話のやり取りができない状態になってたらすぐに救急隊を呼んでください。119で198また119番をする。まだやり取りができて例えば水分をね飲める状況とかであれば休ませてっていうのはできるんですが、もう会話が成り立たないような状況だったらすぐに呼んで救急隊の支援を仰ぐっていうのをしてください。最後に実際に熱中症の症状になってしまった時にどういったことができるのかっていうのをお伝えします。まず一つ目はさっきも話しましたが、意識が朦朧としててもう会話が成り立たない、水分を取らせることができない状況はもう119番です。救急隊をすぐ呼ぶようにしてください。本人の意識がはっきりしていて歩いたり動くことができる状況であれば、まずは風通しのいい日陰もしくはクーラーの効いた部屋とかがあるのであればそちらに移動させてください。次にベルトとかネクタイをしたままだと熱がこもってしまうので、ここの風通しを良くしたいんですね。なのでベルトとかネクタイは外してあげてください。その後最優先なのが体を冷やすことです。で冷やす場所はですね、例えば首とかこう脇でちょっと今ね映せないんですけど太ももの付け根ですね、こういったあたりは血管が集まってて冷やすと体がすぐに冷えやすくなります。なので例えば氷のだったりそのアイスのねこう凍ったものとかがあるのであれば、まあ、水をね冷やしたタオルとかでもいいんですが、そういったものを首、脇、太ももの付け根こういったあたりを冷やしてあげてください。本人が水分を飲めるようであれば経口補水液だったりスポーツドリンク、あとは食塩水などを無理に飲ませちゃいけないんですが、飲めるようだったら飲ませるようにしてください。で最後にものすごい基本中の基本のことなんですけど、実際その場になったらできないっていうことを一つ伝えておきます。これが人を呼ぶです。これね意外とできないんですよ。でこれ、ね、実体験があってちょっと前にですね、私子供の保育園に迎え行く時に車運転してたんですよ。ブーンって。そしたら結構前方を おじいちゃんがね渡ってたんですよ。だからスピード落としたんですね、渡ってると思って。そしたらバタンって倒れたんですよ。急に多分つまずいたんですね、足が悪いおじいちゃんで、はっと思って、で車すぐに止めてこう助けに行って、でおじいちゃんちょっとこうガタイがいい方でなかなかねこう運べなくって、でそしたらたまたま通りかかってくれたその車の運転してる方とかこう自転車のおじいちゃんとかが助けてくれて、でなんとかなったんですよ。こう人を呼んだりして、でも最初ね呼べなくて、そうあどうしようと思って、自分一人でなんとかしなきゃみたいな。でも実際自分一人でなんとかしようと思うと手遅れになっちゃうんですよね。だからみんながきっとね、まあ一人の状況だったら難しいかもしれないですけど、例えば登校中とか、まあ、学校いる時部活の時とかもとにかく人を呼ぶ、頼る、すいませんって友達が倒れたんで助けてくださいって、で助けてくれますからちゃんと。なので人を呼ぶんだっていうことを頭の片隅にしっかり入れといてください。はい、ということでここまでねバッて話してきましたが、こう防ぐのが一番です。でも防ぎ方っていうのはやっぱり基本的に水分と塩分をしっかり取るっていうのがやっぱりここになっちゃうんですよね。あとはまあ風通しのいい服を着るとか、日向にねやっぱ居続けないとか、まあ、無理をしないとか無理な運動をしないっていうところになってしまうので、みんな自身がこう意識して一番できるやっぱり水分と塩分です。でこれはいろんなところで言ってるじゃないですか。でもそれだけ大事なんです。水分と塩分を細かに取る、こまめに取っていくっていうのをしていかないと本当に今年、まあ、今温度やばいんですよね。私群馬県住んですけど今週35度以上なんですよ、ずっと最高気温が、梅雨なのに。でこれから本当夏場もっともっと暑さが、ね、きつくなる時期、高温多湿な時期が続きますので本当に気をつけてください。急に来ますから、
自分もちょっとあれおかしいかもって思ってから、あやばい意識フラフラするがすぐ来たので、だからみんなね、本当命を落としかねない症状だと病気なので、一人でも多くの方がね、それにかからないようにしてほしいし、もしね周りにかかった時にすぐ助けられれば軽症で済みますから、そうなることを願っておりますので、今回ね動画で撮ったことを話したことをね、ちょっと頭の片隅ぜひ置いておいてください。ということでね、今週もここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間体調に気をつけてお互い頑張っていきましょう。テストの方もね、テスト勉強頑張ってね。それじゃあまた来週お会いしましょう。またね、バイバイ。